ジスモンダは、アルフォンス・ミュッシャが1894年に描いた絵画。1894年当時、新聞や雑誌のイラストレーターの仕事をしていたミュッシャは、同年12月26日、友人のクリスマス休暇の代わりに、ルメルシエ印刷所で構成の修正をしていた。そんな中、印刷所に、女優サラベルナールのマネージャーからポスター制作の依頼が入る。 同年10月30日から初演が行われていた、ビクトリアンサルデュ原作、サラ主演の宗教劇、ジスモンダの再演が急遽決定したため、翌年の1月1日までにポスターを用意しなければ、ならなくなったのだという。当時、印刷所には、スリ氏、堀氏及び、印刷工がいただけであり、イラストレーターは、入社一人であったため、彼がその仕事を急遽引き受けることになった。 12月31日、サラは、すり上がった、ジスモンダのポスターを見て、なんて素晴らしいの。と叫び、これからは、私のために描いて、と言った。翌日、このポスターは、パリの街に張り出されるとすぐに大評判となる。月期は、1月4日に開演された。1895年、サラは、ミューシャと6年間にわたる独占契約を結び、ミューシャは、 皿のポスターを次々に手掛け、一気にポスター界の長寿に踊り出る。縦に長い画面に描かれている女性はアテネヌコーヒージスモンダであり、豪華な刺繍が入ったビサンティン風のローブを身にまとい、多くの花を髪に飾った彼女は演劇のクライマックスの場面を象徴する種類の葉を手に持っている。画面の上部に記されているギズモンダの文字は舞台のタイトルであり、その下には 女優の名前であるセラ・バーンハートの文字が記されている。舞台はパリにあるルネサンス座で公演されており、女性の足元には劇場名であるテアトラで LA ルネサンスの文字が記されている。ありがとうございます。